はい、おはようございます、日曜日、時刻は午前10時半です。これから配達やっていきたいと思いますよ。暑いですね。最近の僕の悩みなんですけど、 Uber Eats とか稼働中に、もうこの天候ですから携帯自体がね、熱々になってもう高温でね、自動的に電源落ちちゃうこと、もうすごい不便。これだからだってね、自分なりの保冷バッグ、こういうの持ってるんですよ。こうやって保冷剤入れて、これ551の豚まん買った時のやつですよ。いろいろ保冷剤入れて、あとジュース1本ぐらい入れて、ここに携帯入れとくと、もうこれで、もうこれで大丈夫よ。これもうこれで問題解決よ、これで。行きましょう。早速、早いな。大森中、ちょっと遠いか。まあいっか、行きましょう。500円だし行きましょう。行きます。10時半で結構暑いよ。もっと暑くなるってことでしょ。これ今日もだいぶですよ、だいぶですよ。これはだって昨日プール行ったけどさ、プールの湯もちょっとぬるいなって感じたぐらいだからね、よっぽど暑いんだよ。そう、しかもヌーランド行ってさ、銭湯で最後あったかいお湯使ってさ上がると思うんだけど、昨日に関しては水風呂使って出たからね。ああ、そのぐらいですよ。もう世の中そのぐらいあったかいんですよ。そういえば昨日も一軒目ここだったような気がするな。なんか縁があるの。ウバです。1軒目 OK です。次ケンタッキーですよ。よし。いや、暑い。1軒目にして暑い。1軒目にして暑いぞ。これは大盛況だね、ケンタッキーは。すごい待たされた。すごい待たされた。待ったけどさ、待ったけど課金されるじゃん。全然涼しいし、むしろいい。ありがとうございます。行きます、行きましょう。いや、暑いなこれ。けど昨日も3時間いかないぐらいやって、結構最後の方、ちょっとねぼーっとしてたから危険ですよね。これ休まなきゃいけない。だから今日は午前中からやって、本格的に暑くなる前に稼働してこうよっていうふうに思ったんだけど、今日は今日で午前中から暑いっていう話ですよ、これは。いやー、今日いくらぐらい稼ぐかね。しかし昨日5600円ぐらい行ったのか。6000円ぐらい行けたらいいけどな。昨日けどあれなんだよな、クエスト達成してのそのお金も入って5600円ぐらいだったから、そうだな、けど最低でも5000円ぐらいはやっぱ稼ぎたいな。どうせやるならね、いいよ、時間はたくさんありますから。やってきます。いけね、オッケー。このぐらい暑いと、アパートとかの4階までこう階段で上がるタイプ、エレベーターないタイプはちょっとしんどいかな。体力的にね結構きついかも。ただね、ちょっと昨日の疲労も残ってんのかな。まだ1軒目なんだけど、ちょっとね、ちょっとしんどいかも。だけど、そんなのはもう、やっぱり、みんなに感謝しながら、ありがとう、ありがとうって思いながら、やっていけば、疲れなんてさ、すぐ吹っ飛ぶわけですから。あと家帰ってさ、チューハイでも飲んだらもう一発ですから、そんなの。かかってなるわけだから。早く終わらしたい。早く終わらしたいよって話ですから。はい、とりあえず OK。でね、モスバーガーの梅屋敷のお店に呼ばれましたよ。これでね、どん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 連続でリクエストもらうといいんだけど、なんか今日はそういうわけにいかないの。もう言ったら11時回ってるからね、お昼時なんですけどもね。いやー、暑い。マジで持ってきたアクエリアスちょっとぬるくなっちゃってるよ。どんどんリクエスト来てさ、こう3軒持ちとかをいっぱいやって、もう1000円近く取っていこうよっていう作戦なんだけど、なかなか
思うようにリクエストが入らないんで、しかも出前館も結構リクエスト来るけど もう全部ね、なんかすげえ遠い大森駅の方とか川崎とかの方だから、ちょっとこれ私のこの自転車じゃフォローできませんよという話ですから。てかモスバーガーめっちゃ涼しいじゃん今日、やばい。今日こそタイミーでさ、モスバーガーとかをで働いたらよかったね、マジで。ただタイミーはそんな案件ない、蒲田そんな案件なかったよって話ですから。やばい、暑い、行く行く。まさかのまさかのドロップ先が同じマンションだよっていう話でしたから。あっつ、マジでやばいね、マジでこれは。いや、それはない、もう配達員の人もやりたくなくなるだろうな、こんだけ暑かったら。あ、もうこれはね、なんか爆鳴りはしてるんだけど、全部大森駅の方だからそれはもう断ってて、ってことはやっぱり蒲田駅とか大森駅とか主要な駅だったら絶対今忙しいはずだから、蒲田駅に戻ろう。これでちょっと遠いやつでも多分単価高くなるから、これその作戦で行きます。ほら来た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 、出前館で矢口の方だけどさ800円くらい過ぎましたから、うん、いいよ。これを狙ってた、これをね、完全に、狙ってました。だから時給もこれでだいぶグッと上がってくるわけでしょ、これ。あ、いいよ、これいい作戦だ、我ながらいい。やっぱりね、蒲田とか大森とか大きい JR の駅に向かうのがあのお昼時はいいのかもしれないね。いいよ。あれあれ、お、今日お祭りやってんだ、すごい、いいね蒲田。お、めっちゃめっちゃやってんじゃん、いい。いいね、ああいうお祭り、いい、夏っぽい、そういうの好きよ。なんかね、お店とか出してたらもっといいけど、なんか屋台とかね、いいんじゃない、そういうの。ああ、めっちゃ涼しい。はい、 OK。 ケンタッキーのさ、あの出前館だとちょっとリストからさ下4桁押すやつあるじゃん、まあ、あれがなかなか慣れない慣れないよねって話。あれは行きます。最近もう毎日が毎日の配達生活が矢口で行われているわけだからね、道とかも完璧の声できちゃったよ、完全に。もう住所見るだけで、あ、この辺かなとかで分かっちゃうわけですから。あ、なんかやってる、何、あ、わあ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 、夏休みっぽい、夏休みっぽくてテンション上がるわ、あんなの。ああ、いいな。もうほんとさ、ああいうのをさ気兼ねなくバクバク食べたいから、早くもうどんだけ食べても太らないサプリ作ってくださいよ、どうだったか、マジで。はい、今ね1時50分、結局3時間半ぐらいかやって、結果こんな感じです。うん、今日頑張ったでしょ結構、マジで。ああ、疲れた。これからねちょっともうこの自転車のバッテリーももう切れちゃうし、携帯電話の、ね、電源ももうすぐ切れちゃうわけですから、家帰って携帯も、この自転車のバッテリーも僕も、充電したいと思いますから、ね、あ、マジ疲れた。いや、本当によく6500円、今日8000円ぐらい別に飲み行っちゃっても別に問題ないんじゃない。乾杯。これはあれだよ、デカビタで割りましたよ、金宮を、ね、僕はフェラミンで超酔っ払ってる。日高屋でさ
ドラゴンハイボールとかっていう、なんか、紹興酒のハイボールの、もう、た、もう、もう、飲まされたの、すっげえ酔っ払ってる、マジで、父ちゃん。トゥルせえな、お前。トゥルせえ。トゥルせえ、お前。やべえ、もう明日はこれ、だな、二日酔いになっちゃうよ、これ。ちょ、イグスに飲んで寝ます。僕の歯でかいよ。ん？はい。赤ちゃんみたいなことやって、ほんとに。かわいい、かわいい。赤ちゃん。うん、ああ。寝るよ。バイバーイ。